はい、ということでおはようございます、おもかげです。あの、ね、今日もねちょっともうやっちまったというか、このね GoPro なんですけれども、本当はね今日もこう散歩がてらこの GoPro で、撮影しようと思っていたところですね、こんな感じで電源が入らないんですね。まあ、バッテリーが切れちゃってて、このボルタを使う前っていうのは、僕はこの GoPro ってほぼほぼね毎日充電っていうのをしていたんですね。だからスマホなんかと同じような感じで、あの充電する習慣っていうのがあったんですけれども、このボルタをね使い始めてから、これがねあの大体ね3日とか4日に1回みたいな感じになっているんですね。でそうするとねやっぱりね充電のし忘れっていうのがね起きるんですよ。で今日もね、まあ、そんな感じで、まあ、あのボルタの方にももうこれこんな感じでもうバッテリーがないような感じだし、まあ、もちろんこっちにも押してもまあ反応がないっていうことで、もうカラッカラの状態なんですよね。ということでね、こんな感じでなかなかこう尺が作れない日はね、この GoPro で時間を稼がなきゃいけないんですけれども、今日ちょっとこうそれができないっていうことで、今日もねちょっとこう軽くこう雑談ということで、ちょっとね気になるね商品っていうのがあって、まあ、そちらの方を、まあ、備忘録がてら紹介しようと思うんですけれども、今ねこう撮影使っているのは GH6 で、この GH6 って予約特典で CF エクスプレスタイプ B ね。これがまあついてくるんですね。これあの買うとね1万円ぐらいするようなやつっていうのがまあ予約特典でまあついてくるということで、まあ、僕の場合一応まあ予約購入したっていうことで、まあ、それもキャッシュバックなんかと同様な形で、僕の場合キャッシュバックキャンペーンを送っても1週間以上経ってるんですけれども、あのなかなか送られてこないっていうことで、あのやっぱりこの GH6 使っているとメモリーカードをどうするのかっていうのが、結構問題なんですね。っていうのもやっぱりこうたくさんある録画形式っていうのをやっぱいろいろと使いたいんですけれども、 CF エクスプレスタイプ B ね、これあの言葉が長いんで、あの便宜的に、ね、コンパクトフラッシュっていう風に言いますけれども、あのやっぱりこのコンパクトフラッシュを使わないとこの GH6 の、 あの最高スペックっていうのは引き出せないっていう感じなんで、僕もねこのコンパクトフラッシュの到着っていうのを待っている感じなんですけれども、あのただやっぱりねどうしてもあの欲が出てくるというかね、あの予約特典で送られてくるものっていうのは128ギガとかなんですね。ただこれ128ギガっていうのはあのやっぱり少ないんですよ。まあ、っていうのは僕今例えばこう普通にこう SD カードで使っているのも256とか512ギガを使っているわけで、さらに大容量をあの扱えるコンパクトフラッシュで128っていうのは容量的にはやっぱりかなり少ないんですね。まあ、なので僕も512ぐらい、まあ、できれば1テラバイトぐらいのコンパクトフラッシュっていうのを手に入れたいなというふうに思っているんですけれども、これがねハレンチに高いんですよ。だいたいねコンパクトフラッシュで1テラバイトかっていうふうになると、安くてもまあ7、8万円で、まあ、10万円超えることもね全然珍しくないみたいなものなんですね。さすがにね趣味用途でね、あのメモリーカードに10万円とかっていうのを出すのはね、今のところ僕のこう財政状況ではとてもじゃないけどできないんで、それに代わるものとして気になるものっていうのがあの先日発表されていて、でそれがねこの CF エクスプレスタイプ B を自作しようっていう風なキットなんですね。でこれあのモンスターアダプターっていう会社から、これはまあ多分中国の会社だと思うんですけれども、この2230サイズの M.2SSD を CF エクスプレスタイプ B メモリーカードに変換できるキットっていうのがあの日本でも発売されたんですね。でこれがこの値段っていうのが約7000円なんですよ。これあくまでこうアダプターの値段っていうことで、実際にねあの2230タイプの M.2 の SSD っていうのを別に購入しなきゃいけないんですけれども、でもねその場合っていうのも、例えば今 Amazon でねその 1TB の2230タイプの M.2SSD を買おうとするとね、だいたいね3万円ぐらいで買えるんですよね。まあ、なのでこう3万円プラスこの、アダプターで約4万円弱で 1TB ぐらい あのコンパクトフラッシュあのタイプ B ね、 CF エクスプレスタイプ B が、まあ、自作することができるっていうことで、さすがにね 7,8 万円だと無理だけれど、4万円ぐらいだったらあの買えなくはないかなっていう感じで、これがねちょっと気になっているんですね。でただねこれやっぱりちょっと気になるのが、現状ねこれあのモンスターアダプターが対応機種っていうのをね2022年の5月時点の段階で出しているんですけれども、ここにね GH6 っていうのが入っていないんですね。あのキヤノンの EOS R3 だとか R5 で、あとニコンの Z9 とかっていうのも入っていて、あのルミックスに関しても S1 だとか S1R っていうのはまあ動作確認っていうのが取られているんですけれども、まだこう GH6 に関しては取られていないっていうことで、この辺こう若干こう人柱精神っていうのがうずくところではあるんですけれども、
あのちょっとね僕ね本当ねこの夏はねちょっと節制して過ごさないと、あの結構ね財政状態がやばくなっているんで、この辺もねできれば誰かね既得な方にねこの辺ちょっと試してみてもらいたいかなっていう感じで、でねこの辺ね僕もね来月再来月あたりの支払いっていうのが確定した段階でね余裕があればねちょっとねちょっとチェックしてみたいなとは思うんですけれども、やっぱりこの辺のね動作確認っていうのが、まあ、ちょっとねあの不安が残るということで、であとねこれ辺ね SSD を使って、まあ、あのメモリーカードを自作するっていうことで、あの SSD ってやっぱ種類がやっぱ多いんですね。あのサイズ規格もそうだし、接続の規格っていうのも同じ SSD でもねいろいろとこう種類があるっていうことで、今回のこのねモンスターアダプターの変換アダプターっていうのが対応しているのはあくまで2230サイズの M.2SSD なんですね。まあ、なのでこう2230サイズでも S 型タイプの SSD とかだと多分使えない、多分というかまあ使えないはずなんですね。なのでこの辺結構注意が必要なあのものではあるんですけれども、でもやっぱりなかなかねこう趣味レベルでねこの CF エクスプレスタイプ B っていうのがね、あの買うのはね結構やっぱハードルが高いんで、まあ、この辺の自作キットなんかでねあの対応できるようになれば、結構この GH6 のね使用の幅っていうのも広がってくるのかなというふうに思っているんで、ちょっとこの辺余裕があれば僕自身も試してみようと思いますし、どなたかね既得な方はね人柱になってこちらの GH6 に試してみてもらいたいなというふうに思っています。ということで今日はねこの GoPro が、まあ、事実上使えないということで、ちょっと最後にねこの GH6 を使って、まあ、簡単な検証というか、やっぱりこのね GH6 使っていて手ブレ補正っていうのがめちゃくちゃ優秀で、 Vlog 用途なんかでもまあガンガン使えると思いますし、であともう来月にはね 9mmF1.7 っていう本当に Vlog に最適だろうと思われるレンズっていうのが、まあ、発売されるんで、ちょっとその前にねこの手ブレ補正の最適な内部設定っていうのをもうちょっとこう詰めたいなというふうに思っていて、あの特にやっぱこう手ブレ補正ブーストね、これあの静止した状態ではねこの手ブレ補正ブーストってめちゃくちゃ強力なんですけれども、歩きながらの場合っていうのはこれをオンにした方がいいのかオフにした方がいいのかっていうのをちょっとこう最後に簡単に検証してみようと思います。はい、じゃあねこれ今ねあの手ブレ補正ブーストをオフにした状態で撮影しています。あのまあ普通に歩いている感じですね。これどんな感じでしょう。なのでこれがまあ一応なんだろう動画撮影時のデフォルトみたいな感じだとは思うんですけれども、この GH6 にはさらにねあの手ブレ補正ブーストっていうのもあるんで、今からちょっとそれをオンにしてみます。でまたちょっと同じところに戻ってきて、今手ブレ補正ブーストをオンにしました。あの同じような感じで同じようなスピードで歩いていますけれども、どんな感じでしょう。あの全然普通に歩いてます。これねこれがまあどっちがいいのか、結構オフの方が自然なブレ方になるっていう話なんで、ちょっとこの辺見ていこうかなと思います。でその他にもね GH6 には電子手ブレ補正っていうのもあるんですけれども、まあ、これはねいいかなというふうに個人的に思っているんで、まあ、この、ね、2つの設定どっちがいいのかっていうのをちょっと見てみます。今ね手ブレ補正ブーストオンね、オン。じゃあまたここからオフにしてみます。はい、今手ブレ補正ブーストオフにしました。こんな感じでどうでしょうね。あの GoPro が使えない時っていうのはこのやっぱり GH6 使っていかなきゃいけないんで、ちょっと簡単な検証でした。